人吉豪雨被災者支援お仏壇無償提供八代市坂本災害支援ハムセンター様から一つご依頼いただきましたそれとですねこちらのお盆上賃も2期ご依頼でございますありがとうございます、えー、来週お届けいたします金箔が吹いてもはげない国産仏壇人吉熊八代橋北仏壇支援隊 隊長永田幸樹でございます。2021年4月の24日土曜日、今ちょうどですね、朝5時41分の朝動画。今日は雨が今降ってますね。外18度、暖かい朝でございます。ありがたいことに NPO 法人、八代市坂本災害支援ハブセンター様からですね、ご依頼をいただきですね、こちらの 五類彩車支援小型仏壇無償提供1期それとこちらのですね今年初盆さんが来られます。 人吉のもう豪雨から7月4日でちょうど1年になりますからね。ですからその方々の発盆、その方々にま盆上賃もですね、無償で提供しております。で、2期ご依頼いただきました。ありがとうございます。もう本当にいつもありがたいです。あの、お届けいただけるそうですね。来週にはお届けできると思いますので、ちょっとお待ちくださいませ。本当にありがたいです。あの松、村上さんという方が代表でいらっしゃるんですけどね。でもう本当にやっぱ一生懸命。 もう地元のために尽くしてらっしゃるんですよね。もう頭が下がります。もう本当に素晴らしいと思います。はい、そういう形でですね。支援仏壇を1期支援盆上地、盆提灯2期ご依頼ありがとうございました。有名な npo 法人八代市坂本災害支援ハブセンターさん、あのこれ見てらっしゃる方、他の方 npo 法人の方いらっしゃったら言ってくださいね。お届けしますので、はい。決してあのあのああの。 無料、強引なセールスとかですね。あと、後でお金を請求するとか、そういうことは一切いたしません。これはもう、ここにも書いてありますけどね。もう、熊本でお仏壇で恩返し。今までご飯が食べてこられたのはもう本当、熊本県民の皆様のおかげでございます。困った時はお互い様。SDGs でございます。あんま意味はわからんばって書いてみました。はいはい。そういう形でですね、どんどん連絡ください。 あの本当に社会貢献活動としてです、ね、頑張っていきます、それとあら,ららら、すいません、すいません、危ない危ない、倒れるところでした、それとですね、あの昨日コロナで非常事態宣言が出ましたよね、私、思ったんですよね、皆さん苦労してらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、ですから、お仏壇が買いたい、コロナでお仏壇が買いたいけど、買えないとか、お盆提灯が買えないという人も言うてください。もうこれはもう私支援しますよ はいですから、当昨日熊本県が、えー、レベル5になりました、あと東京、大阪、非常事態宣言出てますよね、ですから、やっぱり飲食とか、まあ、そういう関係で、ですねやっぱり非常に苦労してらっしゃると思います、ですから、こちらにあります、大仏壇、大仏壇、買いたいけど、買えないとかで言うてください、お届けします。あの連絡いただければホームあの 持って参りますからですねそれか言って送るどちらかですね言ってくださいまあ、そういう形でですねコロナに苦しんでいらっしゃる方々にもお仏壇で支援という形で頑張っていきたいと思いますはいまあ、それはともかくとしてですねはい、えー、こういう形でですね坂本災害支援ハブセンター様支援仏壇1期支援盆上地2期ご依頼いただきましたありがとうございますまあ、これからもですねよろしくお願いします頑張って参ります はい、ではここまで。この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ごあっお祈り申し上げます。